ルース・パトリック・ルース・パトリックは、アメリカ合衆国の植物学者、故障学者である。系層及び、炭水生態学を専門とした。炭水生態系の健全さの指標を作り、多くの研究機関を設立した。生涯二度結婚したが学術論文は、旧姓のパトリック名義で発表した。カンザス州のトピカで生まれた。父親は、 銀行家で法律家であったが、コーネル大学で植物学の学位を取った人物でアマチュア科学者であった。父親は日曜の午後、ルースと妹を連れて、自らの研究資料、特に軽装を収集した。カンザスシティの高校を卒業した後、母親の意向でサウスカロライナ州ハーツビルの女子校、 コーカーカレッジに入学するが、父親は科学教育が受けるためのサマーコースに通わせた。コーカーカレッジを卒業した後、バージニア大学に入学し、1931年に修士号、1934年に博士号を取得した。バージニアからノースカロライナの間を占める沼地地域グレートディズマルスワンプの軽統化石を研究し、かつて森であった場所が、 海水の氾濫を受けたことを示した。同じように、クレートソルトレーク砂漠の地域の成立史も研究した。1929年からの世界恐慌のさなかであったので、フィラデルフィア自然科学アカデミーで、顕微鏡技術の学芸員として、無給で8年間働いた後、1945年に、有給の職員となり、1947年に、 小小学部門の研究職が作られその職に就いた。その後もフィラデルフィア自然科学アカデミーで長く働いた。多くの著作を出版し、1972年にアメリカ生態学会からエミネントエコロジストアワードを受賞し、1976年に米国科学アカデミーのフェローに選ばれた。1993年にアメリカ哲学協会のベンジャミン・フランクリン。 科学功労メダル、1996年にアメリカ国家科学賞などを受賞した。サウスカロライナ州の英金にあるルース・パトリック・サイエンス・エデュケーション・センターは彼女の名前が付けられている。古障学・海洋学会ではルース・パトリック賞が創設された。ベンジャミン・フランクリンの子孫の昆虫学者。 チャールズ・ホッジ4世及び法律家のルイス・ワン・デューセンと結婚したが、父親の希望を聞いて、学術論文はパトリック名義で執筆した。ホッジとの間の息子も昆虫学者となった。R.M. パトリックは、植物の学名で命名者を示す場合に、ルース・パトリックを示すのに使われる。ありがとうございます。